な感じで開くと、ここがすごくびっくりしたポイントなんですけれども、はい、こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回は予算1万円台で買える通勤バッグを集めてみました。どんなバッグが登場するか、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにご紹介するのは、こちらのアボネというブランドのバッグです。20代から30代の大人女性にすごく人気のあるブランドです。手頃な価格なんですけれども、すごく質がいいですよね。いいですよね、はい、これレザーですか？こちらはカオレザーを使用しているので、すごく上質なものが欲しいって大人女性の方におすすめです。今回はブラウンを取り寄せてみたんですけれども、全部で7色展開ありますので、ぜひお好きなカラーをチェックしてみてください。作りなんですけれども、ショルダーが特に取り外せない仕様になってるんですが、長さ調整が結構幅広くできて、こっち側に2つと、これが長くなるショルダーの方ですね。こちらが5つ穴が開いていて、ハンドバッグ風に持つこともできますし、ショルダーで持っていただくこともできます。中がこんな感じでシンプルな作りになっているんですけれども、内側にオープンポケットが1つ入っています。特に底辺とかはないんですけれども、マチがしっかりしているので、こうやって置いた時に自立をしてくれるような作りになっています。では収納力を見ていきたいと思います。こんな感じでたっぷり入りました。たっぷりですね、はい、ペットボトルも入りますし、手帳なんかも入れることはできるんですけれど、ちょっとノート PC を入れるのは少し厳しそうな感じでした。なので PC を会社に置いておくよっていう方ですとか、 PC を使わないって言った方にはおすすめできるんじゃないかなと思います。実際に持ってみました。本当に絶妙なちょうどいいサイズ感っていうところと、ハンドルの部分が本当にしっかりしてるので、持ちやすそうだなという印象ですね。こんな感じで手で持っていただいても大丈夫ですし、肘にかけたりとか、ちょっと方向バックっぽくこんな感じで肩にかけるのも可愛いかなと思います。あとはショルダーストラップを長めにしてみたんですけれども、肩掛けするとこんな感じですね。荷物が多い時はこんな感じで長めに持った方が安定感があるかなと思います。斜め掛けにしても持っていただくことができます。続いてご紹介するのはミニエという、こちらも韓国のブランドのバッグになります。はい、このバッグの名前が面白くて、はいはい、ちょっと何かに見えるかなと思うんですけど玉ねぎからインスピレーションを受けたモデルで、オニオン縫合バッグの名前なんですよ。確かに玉ねぎに見えますね。ちょっと玉ねぎっぽいですよね。可愛いですね、はい、すごい可愛いデザインなんですよね。1万円台からゲットできるんですけれども、はい、本当に高見えするなと思っています。フェイクレザーなんですけど、はい、結構本当質感も高級感あるなという感じなので、そうですね、すごいきめ細かい感じで上品ですね、はい、これいいなと思いました、うん、では早速作りを見ていきたいと思います、はい、こちらはジッパーで開ける感じなんですけれども、はい、いいなと思ったのが、ジッパーの部分がちょっと長いというか、うん、あ、確かにそうですね、延長線上まであるので、はい、すごい開けやすいですし、うん、中がこんな感じですっごい開きやすいんですよね。本当ですね、めちゃくちゃ開きやすくて、これ嬉しいポイントだなと思います。縫合バッグって結構ガバッて開けるのが難しいタイプのものが多いので、一つポイントだなと思いました。中はすごくシンプルな感じなんですけど、こちらもオープンポケットが一つついています、はい、結構深めなので物とかも結構入れられるのかなと思いました。あとはハンドルの部分なんですけれども、3段階で調整することが可能です。こちらも底辺とかはついていないんですが、こんな感じで自立することができるのも嬉しいポイントかなと思います。では収納力を見ていきたいと思います、はい、先ほども言った通り、やっぱジッパーの部分が長いと、うん、本当に中が見やすいなと思いました。ね、なので荷物とかも取り出しやすそうだなと思います、うん、こんな感じで、はい、縫合バッグって結構収納力がそこまで多くないものも多いんですけれども、うん、結構このバッグはその中では入る方かなと思いました、うん、そうですね、見た目以上ですね。そうですね、中でもやっぱペットボトルが入るっていうのは結構大きいかなと思っていて、うん、350ml のものであれば縦にしても一応真ん中の位置であれば入りますし、うん、はい、横にしても入れられるので、そこはすごく優秀だなと思いました、うん、あとは一応 500ml
ルのペットボトルも入っちゃうんですよね、はい、おすごいびっくりですね。荷物少なめでペットボトル入れたいなっていう方とかにもおすすめできるかなと思いました、うん、実際に持ってみました。こちらのバッグが本当にハンドルがちょうどいい長さで手で持っても違和感ないですし、このまま肩にかけていただくこともできます。長さ調整はできるんですが3段階調整なのでこれよりも若干気持ち長くなる感じかなと思います。なのでちょっと冬とか厚めのお洋服着てる時にはもう少し長くして持っていただくこともできます。続いてご紹介するのはこちらも韓国ブランドなんですけれども、これまですごくたくさん紹介してきましたよね、してきましたね、はい、こちらがレックプロジェクトというブランドになります。通勤バッグとしてすごく人気のあるブランドです。作りを早速見ていきたいんですけれども、まずこちらがマグネット式のボタンがついていまして、スルッと開けることができます。中はこんな感じでシンプルなんですけどポッケが2つついています。こちらにちょっとちっちゃいカードが入れられるようなポケットと、こちらが結構広いオープンポケットが一つついているのですごく整理整頓しやすいんじゃないかなと思います。あとは裏の方にもこちらにポケットがついているので、結構大きめのポケットですね。そうですよね、こうさっと取り出したいスマホなんかをここに入れるといいんじゃないかなと思います。あとはこちらなんですけれども側面にもボタンがついてまして、こんな感じで開くことができるんですよね。なので荷物が多いな、ちょっとパンパンになりそうだななんていう時はここ開けていただいて持つと窮屈さがなくなるんじゃないかなと思います、はい、あとはショルダーストラップですが、これもすごく長さ調整できますね、こんな感じで結構長いんですよね。これの状態で肩にかけたりとか、あとハンドバッグにしてもいいですし、結構長めにできるのでボディバッグ風に持ったりとか、あとはちょっと長めにショルダーストラップっていう形で使うこともできます。それでは収納力をチェックしてみます。こんな感じでちょっと大きめの手帳も入りましたし、ペットボトルも入れることができました。あとは先ほど試したんですけれども、側面のボタンを外した状態だとこんな風に PC が収まりました。ただこれを入れてしまうと本当に他のものが結構窮屈になるな、ペットボトルとかはちょっと入れると閉まらないっていうことがあったので、 PC 以外の荷物が少なめだよっていう方にはいいのかなと思います。ただこのバッグの特徴としてこの紐がちょっと細めなんですよね。ワンショルダーってなっているので、あまり PC とか重いものを入れすぎるとここの部分がちょっと不安だなっていう感じはあります。なんですけどすごくすっきりしてますし、薄型なのでスマートに持ちたいっていう方にはぴったりだと思います、はい、実際に持ってみました。今一番短い長さで持っているので肩掛けすると本当にちょうどいい感じの長さになります。斜め掛けするにはちょっとこれだと短いので長くしてみたいと思います。今一番長くしてみたんですけれども、この状態で斜め掛けにするとすごく荷物も取り出しやすい長さになりました。あとは先ほども説明したようにちょっと肩紐の部分が細めなので、あんまり重い荷物を入れるとちょっと肩の疲れとかが気になるかなと思うんですけれども、もう本当にすっきり持てるので通勤バッグの中でも身軽な感じで持っていただけるのが特徴かなと思います。続いてご紹介するのはこれもまた知る人ぞ知るブランドなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、こちらも韓国ブランドのアリスマーサというブランドのバッグになります、はい、これあやさん一目見た時から可愛いって言ってましたよね。可愛いですよね、やっぱプリーツが何とも言えず可愛いです、ね、可愛いですよね。アリスマーサって本当に1万円台ぐらいでお手頃なバッグが多くて、はい、種類も豊富なので、ぜひチェックしてみていただきたいブランドなんですけれども、はい、中にはカジュアルなデザインのタイプも結構多いんですけど、はい、今回は通勤バッグということで、はい、綺麗めなデザインを用意してみました、はい、素材なんですけれども、はい、ビーガンレザーを使用しているので、はい、全然安っぽい感じがしないなと思いました、うん、確かにこのシワの微妙な感じとか本当にレザーっぽいですね、っぽいですよね。作りを見ていきたいと思います、はい、こんな感じでちょっとバッグの内側にジッパーがついている感じですね、はい、開けるとこんな感じの作りになってます、うん、オープンポケットが一つ奥についています、はい、このバッグも
も側面の部分がこんな感じで開けられるので、荷物の量に合わせて開けて使っていただくのもいいかなと思います。特に通勤される方って結構突然荷物が増えちゃったみたいなことも、わかります、帰る時にはとかありますよね、ちょっと買い物しちゃった時とかにもこういうのは嬉しいポイントかなと思いました。では収納力を見ていきます。はい、こんな感じですね。 500ml のペットボトルは縦にするとはみ出しちゃうんですけど、ここにすればほんとすっぽり入りますね。あとはこのボタンの部分閉じてこれだけ入るので、開けばさらに入っちゃう。こんな感じでもっと入れられるので、例えばお弁当派さんだったりとかにもおすすめな通勤バッグかなと思います、実際に持ってみました。こちらは手持ちでも床についたりすることなく自然に持つことができます。このまま肩掛けをするとこんな感じです。結構余裕を持って肩にかけることもできます。通勤バッグでいろいろ物を入れて手持ちだとちょっと辛いよっていう方、肩にどうしてもかけたいよっていう方にすごくおすすめできると思います。続いてご紹介するのは、私たちスタハ編集部が何回も紹介してきて推しブランドなんですけれども、ペドロというブランドです。今回購入したのがこのバイカラータイプのバッグで、こちらがキャメル色になっていて、裏がこんな感じのベージュカラーになっています。かわいいですよね。あとは持ち手がホワイトになっていて、側面から見るとこういう感じでホワイトのハンドルが側面からこう伸びてるような感じで、結構一見シンプルなんですけれども、すごい遊び心というか、おしゃれなポイントが詰まっているバッグだと思います。今回はこちらのブラウン系のものを取り寄せてみたんですが、オールブラックの本当にシンプルなタイプと、あとホワイトが展開がございます。中の作りを見ていきます。こちらは内側にこういったジッパーがついていまして、それを開けて使う感じです。中をガバッと開きますね。こんな感じで開きまして、ちょっと大きめのオープンポケットがここに一つあるのと、こちらがジッパー付きのポケットがついています。あとは底用とかはないんですけれども、見てわかる通りこの部分がすごく固めの素材でできているので、こう置いた時にもしっかりと自立してくれます。それでは収納力を見ていきます。こんな感じでたっぷり入ったんじゃないでしょうか。そうですね、長財布も入れられましたし、同時に 500ml のペットボトルを入れることもできます。実際に持ってみました。このバッグ表と裏で色が違うので、コーディネートに合わせてこっち側で持ったりとか、こっち側で持っても 2way で楽しめる感じがいいなと思いました。肘でもこんな感じで持っていただけますし、肩掛けするとこんな感じです。ハンドルの部分も太めでしっかりしているので、肩とかも疲れにくそうだなと思います。最後にご紹介するのは、台湾発のセメというブランドのバッグになります、セメは可愛い色味のカラーバッグがたくさんあるブランドなんですけれども、たまに YouTube でコメントとかでいただくんですけど、バッグの中身とかでご紹介しているキーケースも同じこちらのセメというブランドのものになります。こちらも色味がすごい可愛いですよね。そうなんですよね、絶妙なカラーリングが多いなという印象のブランドになります、早速作りを見ていきたいと思います、作りはこんな感じで、ちょっと大きめのスナップボタンがついていて、こんな感じで開くと、ここがすごくびっくりしたポイントなんですけれども、ポケットが本当にたくさんあるんですよね。本当ですね。こちら側にも一つと、奥側にもジッパータイプのポケットとオープンポケットが一つずつついています、すごい充実してますね、ポケット。そうなんですよ。でもそれだけじゃなくて、こっち側にも深めのポケットがついていて、さらにここに小さめのすごいポケットが2つついているっていう、かなりの充実度ですよね。そうですね。なので荷物を分けて綺麗にまとめて入れたいっていう方にはすごく推したいバッグだなと思います、そしてさらに後ろ側にもさらにですか、かなり深めのポケットがついているので、こちらに携帯とか入れていただくのがいいかなと思います、あとはしっかり底鋲もついていて自立もしてくれます、ショルダーストラップなんですけれども、かなり調節が幅広そうだなと思いまして、7段階で調整していただくことが可能です、取り外し可能なので、外していただいてハンドタイプで持っていただくことも可能です、
これも本当1万円台には見えないぐらい高見えですし、はい、機能性も本当に高くておすすめしたいバッグだなと思います。では収納力を見ていきます、はい。こんな感じで小物類だったりとか必要最低限のものは入れられました、うん、嬉しいポイントとしてはミニバッグでも 350ml のペットボトルがこんな感じで立てて入れられるっていうところがいいポイントかなと思いました。あとは長財布もこんな感じで本当にジャストサイズで入れることができました、うん、実際に持ってみました。こちらはハンドルがすごくコンパクトというか短めに作られているので持つとしたら手持ちですね。片手でこんな感じで持つこともできます。通勤バッグでご紹介してるんですけどやっぱり形コンパクトなのでこのワンハンドルでちょっとしたお出かけとかにもすごく素敵なんじゃないかなと思います。ショルダーストラップを使ってみます。今だいたい真ん中あたりに長さを調整してるんですがこんな感じです。斜め掛けにするとこんな感じで斜め掛けでも窮屈になることなく持つことができました。ということで今回は予算1万円台で買える通勤バッグをレビューしました、はい、今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますのでそちらもチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。